かりをしましょう主さん。待ってましたクサポケクラ。今回はスーパーフラットな世界が舞台なんだな。さあ今日はどんなレジギガスを倒せばいいんだい。いやレジギガスは倒さないですよ。というか、今回はトレーナーを倒すとかではなく、とにかくポケモンをゲットしてもらいます。どんなポケモンをゲットしまくればいいんだい。伝説のポケモンです。はい来ましたありがとうございます。ピクセルモンのアプデにより、特定のアイテムや祭壇を使わないと出会えない伝説が増えてきました。実際僕たちもそのアプデについていけていないということで、今回は草刈りをして伝説を召喚させまくってみましょう。おー私もちょうど祭壇で出てくる伝説のポケモンを確認したかったんだよ。そこでこの草ポケクラの企画で持ってきてくれたのは素晴らしいぞペル君。それじゃあレジギガスとかは倒さなくていいんだね。それはしなくても大丈夫です。そして現在存在する伝説のポケモンの祭壇の建物がこちらになります。今回はここに全部集結させてくれたのか。全部かどうかはわからないですけど、僕の知り得る範囲の建物はすべてここにありますね。なお、これらの祭壇はバイオームによって出てくる出てこないがあるので、その辺の詳細は皆さん自力で確認していただくことをお勧めします。いろんな祭壇をいち早く見てみたい、という人は、平原バイオームで祭壇を探すといいと思います。こういう建物は平原によくできるんだ。頻度は他のバイオームとあまり変わりないと思いますけど、いろんな種類が平原に出てくるんですよね。逆に一点狙いなら相当時間かかりそうだけどな。っていうか結構あるな祭壇。私がピクセルモンを遊び始めた時は、サンダー、ファイアー、フリーザーの祭壇しかなかったのにな。時代は進んでいくんやな。主さんもその時代についていってください。ちなみにこの二つの建物は、左からレジドラゴ、レジエレキの祭壇です。この祭壇は使ったことあるね。最近実装されたポケモンなのに、早くも祭壇を用意されるという優遇っぷりだね。そしてひときわ目立つ鈴の塔、鳳凰を召喚、ではないんだよね。それじゃあ主さん草刈りをどんどんしちゃいましょう。ここにある草を全部刈り取る勢いでいくわ。今回草から出てくるアイテムは、伝説のポケモンを召喚するために必要なアイテムと、ご存知マスターボールです。はい今回もマスターボールありがとうございます。このチャンネルでは当然のように大量のマスターボールを使いますけど、本来ならありえないことですからね。本来ならありえないことをするのがこのチャンネルでしょ。ということで今回もマスターボールが手持ちに入りました。伝説召喚用のアイテムがいろいろ出てきてるけど、何から召喚しようか迷うやつだなこれ。最初に紅色の玉出たし、グラードン召喚から行くか。ってそういえばこれってポケモン倒してエネルギーを貯めないと。そこは安心してください。エネルギーを貯めてくれる人がいます。ありがてえ。本来なら一番時間がかかるところをこの人のおかげでスキップできるもんな。ちなみに色あせた紅色の玉のエネルギーを貯め終わるのに炎タイプのポケモンを500体倒す必要があります。日が暮れてしまいます。最初に召喚するポケモン決めた。このマグマストーンを使おう。正式な名前はマグマクリスタルですね。このクリスタルは、オーブと溶岩のかけら8個で作ることができます。溶岩のかけらは、ハイパーボールとマスターボールのチェストから出てくるみたいです。そういう類のチェストってなかなか発見できないからな。ヒートラン召喚はかなり困難な道になりそうだな。まあ草から出せるようにすれば簡単にゲットできるけどさ。はい、まず最初にヒートランをゲット。伝説級のポケモンでは珍しく性別が両方あるからさ、初見の時は卵を埋めるんじゃないかと勘違いしてました。ダイパリメイクでハードマウンテンに潜むヒートランが楽しみですね。次にゲットするポケモンはもう皆さんお馴染みでしょう。昔からこのゲット方法は変わらないね。サンダー、ファイアー、フリーザーのゲット方法ですね。フリーザーはオーブと氷の石、ファイヤーはオーブと炎の石、サンダーはオーブと雷の石でできる専用のオーブで、ポケモンを375体倒すとエネルギーが貯まります。倒す数かなり細かくしてきてるな。召喚方法は昔と変わってないんだけど、建物と祭壇のデザインとかは新しくなってるね。昔はこういう塔じゃなかったですからね。塔の中は、螺旋状に回って登っていくスタイル。その途中、若干のアスレチック要素があるので注意ですね。正直この要素はいらないです。主さんは大のアスレ嫌いです。ということで頂上に着きました。ここで祭壇に右クリックすれば、幻想的なオーラとともにフリーザーが出てきます。サンダーとファイヤーも同様ですね。アスレチックが嫌な人は空を飛べるポケモンに乗って直接ここに来ることをお勧めします。っていうかアスレチック好きなんているの。いや普通にいると思いますよ。主さんも練習したらきっと好きになる日が来ますよ。好きになる前に死ぬと思うけどね。現在、ヒートランと伝説の鳥ポケモンを確保。まだまだ召喚できる伝説のポケモンはたくさんいますよ主さん。私もまだまだ草刈りに満足してないからな。どんどん刈らせてくれよ。なんか主さんだけ趣旨が違う気が。
このポケモンたちは一体、伝説のポケモンを召喚するのに必要なポケモンたちです。今回急遽協力してもらうために来てもらいました。いやこのポケモンたちも伝説の類だよね。すんごい普通のポケモンのノリで出てきてたけど。協力してくれるのは、レッグーザ、ホウオウ、そしてレジギガスです。今日は自分のお助けばかりだ。ありがとうございます。よし、それじゃあ早速協力してくれるポケモンの力を借りよう。レッグーザをメガ進化した状態で外に出しておき、エネルギー満タンの色あせた藍色の玉を祭壇に使うと、海王座が召喚されます。海王座の祭壇は本来海底にあるので、魚人になって探してみてはいかがでしょうか？いや、魚人になる必要は特にないんじゃないかな。そしてグラードンはこの火山の中にある祭壇で紅色の玉を使うと、あっちゃー。よし、宝炎の伝説召喚はこれで完了だ。グラードン召喚時は、近くのマグマに入らないように注意ですね。どうですか草刈りは？まだまだ物足りないですか？全然足りないな。最近あんまり草刈りしてなかったもんな。この爽快感にしばらく離れてたけど、またハマりそうだ。今後草ポケクラが頻繁に上がるかもしれないですね。草ポケクラが頻繁に上がってほしい人は高評価ね。さて、次はガラルの伝説たちを召喚しようか。召喚できるのは、ザシアン、ザマゼンタ、そしてダクマですね。これまたそれぞれエネルギーを貯める必要があるけど、それも今回ショートカットということで、正直にエネルギー貯めてたら途方もないぐらい時間かかるからこれ、ポケモンを倒す数少なくできないのこれ。できなくはなさそうですけどね、そういうのを担当している協会の人たちに話をすれば。ぜひ話しておいてくれペル君。さ、まずはこの口多剣から。ガラルの伝説たちは、特に祭壇は必要ないです。ちなみに口多剣と口多盾の素材は、ギルガルドのレアドロップ枠でゲットできます。レアドロップ枠ね、これ重要。ちなみに主さんはどれだけギルガルドを倒しても出てきませんでした。物欲センサーどころじゃなかったわ。次はダクマなんだけど、まだ条件揃ってないのか。ヤドンが3体必要みたいですね。ヤドンが必要なの。ということでヤドンにも今回協力してもらいましょう。混沌を極める大量の伝説のポケモンたちに、突如として紛れるヤドン。余計カオスになってんじゃんか。さあ出てくるんだダクマ。あれ？気を取り直して草刈りだー。次は一種の伝説ですね。これもまたそれぞれエネルギーを貯めないといけないんだけど、これは100体だけで済むんだよね。いや感覚狂ってきてるよな。確かに他のアイテムに比べたら少ないんですけど、ドラゴンタイプに限定されているんですよね。ドラゴンポケモンの出現頻度とかを考えると、かかる時間は他とあんまり変わらないのかもしれないな。エンドが結構ドラゴンポケモンが出やすいので、エネルギーを貯めたいならエンドに行くのをおすすめしますね。エンドラを倒すという障壁があるけどね。ま、ポケモンと協力すればすぐに倒せると思うけど。あるかないとかの謎の縛りをしなきゃ大丈夫ですね。あれは本当に地獄だった。皆さんはくれぐれもあるかない縛りとかしないように。いや誰もやらないと思いますけど。やろうとしている人は私のその企画を見て諦めてください。よし、ユーラ戦の当選入完了。あとはこのアイテムを使うだけ。ドラゴンストーンを使うと、キュレムが降臨します。ダークストーンがゼクロム、そしてライトストーンがレシラムですね。これがレシピです。左から、キュレム、ゼクロム、レシラムです。この青い炎みたいなのは、エンドシティでいくらでも手に入るから、素材集め自体はそんなに難しくはないかな。そこからエネルギーを貯めたり、この塔を探したりと、いろいろな問題がまだありますけどね。特にこの塔探しなんだよな。この塔に限らず、祭壇の建物は基本的に滅多に出ないんだよな。設定と抱えて出現頻度を上げないと本当に出てこないです。経験者は語るってやつです。主さんは祭壇探してひどい目に遭ってますからね。2時間探して収穫ゼロが当たり前と思った方がいいでしょう。次は、このスパークリングストーンなるもの。レシピはこんな感じです。スパークリングストーンのかけらが必要ですね。このかけらも、ハイパーボールとマスターボールのチェストから出てくるようです。あと、これを使って召喚する各系の祭壇のチェストにもあるようです。この祭壇に使えばいいのか。何も起きないけど。おっと忘れてました主さん。最高に懐いたソルガレオカルナーラが手持ちに必要でした。また協力するポケモンが一人増えた。これで各系が召喚できるようになったってことね。あれ？でもこれじゃあ各系の誰が出てくるかわかんないよね。出てくる各系はランダムっぽいですね。これはコンプするのに時間かかるやつだ。そして再利用できない各系コンプ難易度壊滅級だわこれ。さあ、召喚できるポケモンの数も残り少なくなってきました。次は伝説の犬ポケモンですね。最高に懐いた鳳凰を手持ちに入れ、虹色の羽で像に右クリック。これはもう私経験済みよ。虹色の羽は鈴の塔にあるチェストから入手可能です。だから、事前に用意するのは最高に懐いた鳳凰だけでいいね。ちなみに鳳凰はサバンナに野生として普通に出てきます。ララ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 
本当にこの音楽が流れます。最後はこの不気味な家に潜むポケモンをゲットしよう。とても伝説級のポケモンがいるとは思えないけどなこれ。リフォームすれば拠点として使えそうですけどね。いや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 、とりあえず何かに呪われると思うぜ。一番上の階に、こんな感じで赤のクリスタルがあります。ここに、追加でクリスタルオークとダークライが出てきます。うお、これは不気味な演出だな。ここに住んだら間違いなく呪われるってペル君。クレセリアあたりに呪いを解除してもらえば大丈夫ですよ。今すぐクレセリアをゲットしに行こう。今回だけでめちゃくちゃ召喚したな。まだ召喚できていないポケモンも残っているので、召喚系でもかなりの数がいることがわかりましたね。これは伝説コンプまでかなり時間かかるようになってるわ。やり込み要素的なものがあってやりごたえありますよこれ。さすが私が3年やっても飽きないモッドだけあるわ。